今日は何食べたいですか？お肉のペンパランチ。お肉のランチ作る？一緒に。うん、OK、どうも、クッキングお父さんです。今日は子供と一緒にペッパーランチを作っていきます。お肉は下味をつけてしっかり揉み込んで、OK、冷蔵庫で少し寝かせます。ホットプレートの真ん中にご飯を入れて、周りに牛肉で囲みます。次は上からコーンをかけて、ネギを乗せて、バターを乗せて、焼肉のタレを2周させます。これで下準備完成。うわ、あとはしっかり全体を混ぜ込んだら完成です。